この世界は巨大なるペトリザラだ。生き物は生存するために戦う。その力は美しい。恐怖、圧力、怒り、これらは我々の力の源となり、創生し、総括し続けている。運命は天より作られし迷宮。月日が経っても、自分は未だ原点にいる。人は一体どうやって天に勝つといいのだ。究極の美しさ、すなわち天と人の精神統一で。美，在我眼中是非常短暂的，就像女人，就像花。花开正盛的时候。要炙热燃烧，一旦有了火花，就不能错过。再怎么柔弱的生物，碰到危险，都会不顾一切的反击。我是一只刺鸟，只追求瞬间成永恒的美。悲伤的疼痛是如此的真实，所有生命的目的地都是死亡，还有什么需要害怕的呢？人世间最美好的可能是世界末日吧，最炙热的阳光，最野艳的花朵，人们会发现自己的真爱。花は咲き、散る。月も満ち、欠けていく。そして美しさも、愛も。其实说不害怕都是骗人的。しかし自我を忘れ、本能に逆らうことができるのか。但也只有人类。才能在面对无法解决的恐惧时，还是选择不放弃啊。感情さえあれば、服もつきもの。子供の頃に戻りたい。転ぶ恐怖を忘れて。我喜欢小孩，喜欢他们天真美好的笑容。